近づかないとダメなんだ。あ、なん、いや、始まってからだよ、走るのは。そうだね、打った時ここだSKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジ大セットと最後の進行です。はい、プレワイ続きやっていきます。はい、前回は進化があの巨人みたいなやつ倒した後です。これは4つの祠を巡るみたいなじゃなかった気がします。そうだ、そうストーリーは あの祠ってか、あ、祠って言ってたっけ。いや、神獣、神獣、4つの部族。あ、神獣を解放しに行く系かも。料理いっぱいしたんで、あの周り知らん敵いっぱいいたんで、やっちゃってください。さっき見たらマジでわけわからん、なんか最強敵みたいなやつそうそう、全然変わってきたわ。で、あれで、ね、確か記憶が正しければ指輪一本もない。あ、やっぱない。あ、そう、進化使い切ったんで、集めてください。さあ、行くぞ。いきなりいいっすか、これもう怪しいぞあ、やばい系の部族なんだ。やばい系でしょ、これ。何教ですか、これ。いや、これはね、いや、ちょっと僕の人生経験では判断しかねる教だわ。反対側にも魚が祀ってある。この部族の村入ったってことで。あ、やばい、ポーデグリフ2つあって。ここ国境でしょ、多分。ほら、本当だ、ポーデグリフだ。なんかあるね、これ。謎解き要素あるかも。なんか体力増えてない、魔物の。魔物の、え、ちょっと、やばい、でかい、でかモブリンやばい、超強くなってね。ゼリー32個。この状況でちょっと、いや、弓ないの痛すぎるな。多分ちょ、これ早く、これ豆セーブ必要だわ。みんなちょっとセーブ声かけ頼む。そうだね、そうだね、セーブ。もう意外とあいつからもらったこのサンダの槍、あ、違うか、トゲゴボ槍。あ、それ知ってる。おっ、あー、なんだこいつ。待って、なんか違くない、色。やばい、すごい、先生。色黒い、黒い、黒い。ファイヤーソードあった、今の一振りで。やばい、これ。さ、やばい。切れた。突進モード。あ、もらえ、もらえ。トゲモブリンパート27。27は強い。いや、多分その火。あ、俺の火も。あ、火ね。あれあるわ、寿命。まあ、いずれ消えるだろう。これ。ほら。あ、はい、あ、別にいいか。あ、しまえば消える。あ、消える、しまったら。あ、いや、この、もう、すでにファイヤーソードにしよう、これから。やばい、ちょっとレベル急にた、何これ、ここだったわ。これあれじゃん、最初壊したやつだよね、うん、昔のガーディアン。でもこれ完全にもう止まっちゃってるわ、腐れガーディアン。あ、なんか、え、さすらいのなんかいる。鼻先ミドリンがいる。あれ、ゴブリンのさ、ちょっと強い版だよね、確か。え、待って、これさ、弓あったら絶対俺落とせたんだけど、これ爆弾20、爆弾で。爆弾届くかな。あ、バレた。いや、ここに囲まれてんな。火つけてこい。あ、なんか穴あるよ。通し入れるよね。あ、いや、ただの穴。うっ、雷マンいる。え、どういうこと雷どれ、ちょ、魔法使いできた。ちょ、ダメだ。ゴブリンの肉を全部とりあえず奪って集めたの持ってこう、持ってこう。リンクか、もう 100% 悪ですから、これ実はこのゲームにおいては。おお、全然これもうインファイトでつかないよ。ブレイキングダウンの距離を言います。あ、タワーじゃん。あの黄色のタワーを買い物するわ。ここも、あ、右見張り台だね。あ、料理。え、これゴブリンの見張り台かな、部族かな。いや、高みで相手を奪って、あ、超ゆっくり行けば警戒をされないかも。え、これ一回お見せしたいのがあるんで、前の経験を生かしてサイレントキルを一回見せたい。お、バレてません、バレました。バーチーバーチーいいね。俺が行くべきはあのあそこです。あ、でもまあこれ来れたわ、意外と。ラーネールの塔。ここやばくね。出た、ダルナガ登り。ここって面白い人、どうやって実況するんだろう。ここ面白くなったら多分一流なんかな。この塔だって、このマップ見る限りあと10分ぐらい。だってこれ、最近あった面白い話するしかないよね、これ。ここの間は。ナイス、厳しい。タワジル。さあ、ここでマップの詳細情報が。うわ、でかっ、国全体行くんだ。え、右やばくね。ラネール、ラネール海だ。
これ場所。日本海的な場所無限にあるな、このゲーム。まあでも一応右端っぽいね、ぶっちゃけゲーム的には。まあ、かなり広いけど。まあ、部族のところまでは、あとすぐだね。行きましょうか、じゃあ。で、やることいっぱいあんねん。いや、まあ、そうだね。とりあえずは、道なりに。多すぎるのやることでか、この。あ、なんかいる！お前もたまたま冒険の一緒ですか？なんか見えます。これ何か見えるっすよね。じゃあ多分ずっとオラモと待ってるやつだよこれ。ありがとう、なんか。うわ、びっくりした。え、これいたじゃん前。あ、海にいたやつだ。あ、そう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 。小生はゾーラ族の。あ、ゾーラ族にお邪魔すんのかな。貴殿は旅の方とも見受けしたが、なぜこんなところに。あなたこそよく登ってこれたね、普通に。鋭すぎる質問でございますな。実は小生、里のシド王子と一緒にとある事情でハイリア人を探して、あ、なんか探せって言われなかったっけ、魚のやつに。あれなんだっけ、なんか言われたよね。ハイリア人を探しておったのですが、うっかり昼寝してしまい、すごい音と振動で起こされたと思ったら、あ、登っちゃってきちゃったんだ、一緒に。ターチル振動で。こいつ、かなりの確率だな。申し訳ない。だいぶ待ったね、じゃあ君。下に降りたいけど降りれない。シド王子に気づいてもらいたいのだが、というか、貴殿、ハイリア人では、なんと、これは幸い。ハイリア人なの、俺ら。シリカー族じゃないの。シド王子見つけました。バレてる。どこに行けばいいんだ。シド王子に言っておけばいいんだね、ただ。ここになんかあるわ。あそこに行けって言ってるんだ、多分。いや、そこ降りるよ。ああ、多分行ってみて。よくわかるな。なんかあるよ、ほら、木じゃないやつ。うわ、いる！なんかいる！シド王子だ。え、これシド王子ちゃうん？あ、え？何こいつ？え？あ、魔法使いの、ゴブリンの指揮官だ、多分。あ、やべやべ。怒ってるよ、ゴブリン。いや、これ、こいつ味方っぽくね？いやいや、敵だ、敵だ！待って！お、ナイス！あら、ちょ、凍ってるのを召喚できんじゃね、なんか。え、こいつ弓なしでは。やばい、青生地だ！完全に。無理だ。やべ、これ、攻撃もできねえな。あ、武器投げる？やべ。ちょ、武器。みんなどうやってやるんだっけ？普通に切る。R。ちっちゃい R。その、おっ、おぉ！一撃ですね！いた。え、その木の先っぽとかは？ここら辺で一回降りるわ。オッケー。あ、危険だ！ゴリブリいる！死ぬー。やばい、ここもしかして戦わない方がいい？もしかして。じゃあ、あいつ無理だな、一回。逃げよう、逃げよう。あ、やばい。あ、ほらほらほら！あの、聖なる塔。え、これさ、一回ジャンプして離してまた開くことできる？できるできる。あ、ナイス。じゃあ、あ、なんか。できないかも。え、それ、後から言うない。あ、できる、できる、できる。あ、いた、いた、いた！赤い巨人！あっちか。ジンベイ。おぉ、そこも行けんだ、リンク。ネズミ返しも。うわぁ！やばい、やばいよ。おぉ！ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。ナイス。うめぇ。うわぁ！何その！何かが始まってしまった。死ぬかと思った今。おい、そこの君。それ反射けたいよな、そこの君には。ここだ。いや、一回は隣に。すごい、ついてたんです。ああ、でも来てくれます。そこまで行く必要なし。シド王子？ゾーラの王子。シド。え、ここゾーラ部族ということでよろしい？君だ。君だ。君はハイリア人だろう。こっちに来て話を聞いてくれないか。アメリカ人系だ、ゾーラは。やはり、ハイリア人なんだな。おっと、失礼。俺はシド！ああ、ゾーラ族のプリンスだ！か、いいね。今時こんなポーズは。国王に会いたいな、確かに。王子じゃなくて。リンク？リンクか。良い名だぞ。どこかで聞いたことがある気もするが。こいつの先祖が知ってるんで、俺らのこと。うん。実は少し前からずっと君を見ていたのだ。その身のこなし。全身から漂うただものではない。ただものではないだろ、君はハイリアの強い選手なんだろ。あ、やべ、そうですって言っちゃった。やはりな。これでも俺はゾーラ族の王子。人を見る目には自信があるのだぞ。今、ゾーラの里は水の神獣バルッタによる大雨で存在、あ、もう神獣に逆にやられてんだ。オッケー。雨は俺が何とかしよう。ここをまっすぐ道に沿って進めば里に着くぞ。川を遡ることができないハイリア人の君には里までは厳しい道のりになるだろう。この先にある。電気を使う魔物。ああ、なんかいたね、さっき、財閥が。お前、電気と水はマジで相性いいぞ。あ、相性クソいいな。気をつけろ。渡すものがあるんだぞ。え？応援の気持ちだぞ。エレキ役だ。
ハイリア人用の薬だからか俺たちには効き目が薄かったが君には効果があると思うぞ。何持ってんだろこいつ。頼んだぞ。なんかその村の占い師みたいなやついたね。おー、後ろにあれない？その後ろ、後ろオレンジの心なかった。あ、ほら、あ、行くか。あれやってこうぜ、ワープ。さあ、行ってみよう。力の試練、ジョイ。武器は、あ、武器少な。3つしかねえ。で、これどうやって出すんだっけ。ワイ。こうだ。あ、柱崩せそう、なんかひび入ってるね。あ、出た。アイマンバトルだ。これは剣で戦うか。なんか新しい技を、あ、あいつも盾持ってやる。盾持ってる。お、浮いてる、すごい。弓ないからね。お、あいつ、ただで戦えろ。あれ避けるこれで。あ、当てる当てる当てる。しゃがむな。独特の剣術を使いていい。待って、これ。さ、あ、X を押しながら飛べばいい。あー、危ない。おー、なんじゃそりゃ。すげー、なにそれ。シグシグ。スパンって避けんのだって。ちなみにガードしてたよね。壊れた。それも杖相手。あ、やべ、両手剣だこれ。そうだ、俺はもう両手武器。ナイスかわし。どりゃーどりゃー。今両手の武器しかないよ俺、つまり。え、これやばくね俺。やばい、じゃあ構えないで。めっちゃかわすしかないってことだよね。うん、え、でもこれでもかわしはできる。いや、わかんない。できた気がする。うぬぬぬ。今柱の後ろにいればいいんじゃない。ずっと真横に避けてれば食らないんだろ。柱の近くにいようぜ。そうだね。あー、いけいけいけ。あ、でも柱こいつ自分から食らってるわ。あ、じゃあこれ柱を使うゲームだ。そうだね、これ柱に当てないときついわ。何これ。チラ見しながら。ああ、そんなのずるいでしょ。あ、食らってない食らってない食らってない。何攻撃これは。近寄れないわ。癖はあるの分かってる。コンパス攻撃だ。ピンチになったらずっとあのモードになるのかも、こいつ。あー、違うか、さすがに。そう、ナイス、対角線に。なんで回避できないの。すごいファイターです。柱のそばで突っ込んでくれ、突っ込んでくれ。じゃあ、突っ込んでもらわないと。え、またそれ。でも、爆弾投げ込んでみるもん。そうだね。どうやって出すか、俺。すぐに決めるかってあるじゃん。風でなんか持ってかれた。風を起こして爆弾使いなくしてます。やばすぎだろこいつ。なんか入れないの。あそこ回るよ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 。ジャンプで入れそうじゃない。あんなかあれ、縄には攻撃判定ない。いや、あるっしょ。ないね。でも行ってみないと。だって爆弾使えなくて弓ないんだったらもう近づくしかねえじゃん。まあ、じゃあ一回入ってみるわ。ナイス。頑張れ。あー、無理か。いや、普通にさ、これあれじゃん、飛んで避けるよ。な、飛べばあれいけるよ。え、ずっとパラセール、パラセール。ほら、ほんとだ、風だ。今上に飛んでたわ。あぶねえ。いや、あの状態で飛んで上から攻撃してみろ一旦。そうね。それが効くならまあそれで倒す。こいつもう完全に攻撃パターン変えてきたってこと。うん、そうだよ。そうだ、近づいてこないから。あ、ほら、この風で上昇気流があるからだ。これでいけ、直接。ナイス。で、ここうまい。ナイスナイス。あ、これいけ、いける、押せ、押せる？シェッ！鍵！いや、新しいパターン進んだ！うん、やばいやばいやばい。あと一回、あと一回り、あ、い、なんか違う、やばい！なんか避けた方がいい気がする！あー！走れ！走れ！走れ！あー！走れ！走れ！走れ！いや、柱貫通もあり得るぞ、これ。確かに。あり得るね。いや、長めです！危ない！あー！避けてこれ多分、いや、これ近づかないとダメなんだ。あ、なん、いや、始まってからだよ、走るのは。そうだね、撃った時ここだー。角度つけていけば撃れますよー。いけー。あ、待って、最後のバカつ。ナイスナイスナイス。危なこいつ。かなりの格上を倒したんじゃない。お、謝礼あり。謝礼とか言った。おお、弓、奥弓。でも矢がないです。で、矢もどっかで作れるんじゃねえの。
なんかうまくなんか出てた。今なんか実は森の奥に青白いウサギの精霊ありみたいな。なんか全然読めなかったけど。青白いウサギの精霊。精霊。あれ、ね。うわいる。あいつやばそうだな。でこいつ先やるわ。確かにやれ。爆弾持ってるよ。マジ？あいつか。いないっす。いや、爆弾持ってないっすもん。ちょ、待って。まあ、もう無視するしかなくね。矢がねえからさ、うち。あ、なんかいる、なんかいる。おっ。あ、ハイリア人じゃなくて、なんだっけ。あ、うん、あ、おい、どうぞ。殺せ、殺せ。デカリザード、行け。キノヤ。早いね。なんか何回も諦めずに。素手だけど。あ、ナイス。武器ではない、これ。矢5本。こいつ矢持ってんだ。リザールフォスだ。リザールフォスだ。これ何もできない。これあれじゃない、街灯じゃない、普通に。普通の街灯、未来、近未来。いやーめっちゃ儲かってる。旅人の弓。あ、看板あるよ。看板ある。おう、一回見よう。この人はあと。やばい、誰、薬ザード来たよ。看板読んでる間大丈夫です。倒さないしょうがねえ。やっといてもいいの。ナイス。こいつ攻撃手段はないのか。確かに。そう、武器ないやつ戦いに来ないでほしい。あ、尻尾で今ビュってやった。爆弾でやった方が、物資はあれで。うおぉバイすげぇアルシタが、めっちゃクセ攻撃じゃん。ってなったら初。めっちゃクセ攻撃じゃん。ってなったら初。あいつ唯一の攻撃手段なんだ、あれ。よく狙え、ガキ。ナイス。今誰や、むず。オッケー、ショートカット、ショートカット。根性で行くしかない。ちょい虫気味だな、あれ。ああ。ちょうど攻撃が今なんか出た。ムービーカットイン避けです、これは。川の中からですまない、強引にさせたので、ああ、心配してました。これ魔物が増えている、注意して進め。ゾーラ族のみんなが気を待ってるぞ。なんかヒーローみたい、こいつ。こいつすごいな、こいつ全部回復打ったんでしょ、水中で来た時。あの弾あれ1個ぐらい倒してくれよな。あ、なんか光ってますよ。合ってるよの街灯じゃない。ああ、ゆき、うわ、ビビった。石、岩、上からなんか投げてるさ、あれ。あ、あぶれ。何かが悪さしてんだ。指導寺ですわ。指導寺、大穴でしょ。指導寺やばい。あ、やばい、ベロマン、ベロマン。あ、うわ、やばいですよ。爆弾もあるよね。ナイス。ビザルフォスイエ、ビザルフォスイエじゃない。早いよ、早いよ。早い、早い。やばい、セーブかも。ナイス！ナイス！よっしゃー！ダダダダダダダ！武器くれー！あ、武器持ってたよ、持ってたよ。リザルフォスの尻尾！お、めっちゃある！めっちゃある！伝説のリザルフォス家の武器具が、ほら！敵ないよね。敵ない、敵ない。なにこれ！お、すげえ！リザルブーメラン。リザル棒。待って、これマジで。なんで置いてきてくれんの？リザルシールド。全部最強じゃない、今。あ、魚だ！ヤギバス。あ、バス組んだね、あいつら。あれで取れそう、あの、あ、なんかパラセーリングで。うん、これ。え、なんか線が、お、これ入れろってこと？入れろってことだ。あ、あれじゃね、あの磁石じゃない。あ、ビタロックか。ビタロックで入れんじゃね。あ、磁石だ。出た。お、オッケー。 B でやめる。あー、出た。お前はそういう、おじいちゃん顔か、今度は。あ、これでポーチ広がる1個。ありがとう。ここでマップ見てみよう。進行方向は目の前の方向で合ってて、こうやっていくのかな。うん。でもそこショートカットできるんだよ、川は。でもな、ショートカットできなそうじゃなかった、今パッと見。いや、これショートカットできる場所あるぞ。この木の上からならいけんじゃねえか。あー、木の上はありかも。あ、タオパイパイしようよ、ここだったらもう。うわ、タオパイパイだ。タオパイパイできるよね。任せてください。ビタロックを。ナイス。お、ナイス。乗った方がいいかも。行ってくれ。行けた！行けた！素晴らしい。大ダメージ、ナイス。クラウナ全然、クラウナ全然いいかったな。いや、これだいぶショートカットしたっしょ。マップ見ようぜ。あ、ショートカットしてるわ。この部分は。お、なんか明るくなってきた。あ、ポーディングリフあった、また。あ、調べよう、調べよう、調べるって出た。
ゾーラ氏第一章勝ったマジポーネルグリーだ、永遠なるゾーラの里、これはじゃあ氷じゃなくて珍しい石だ、石ってこと、そうだね、ナイス一撃だ、強くねその武器この武器強いわ普通に、そうなんかナイス、もうあ、なんか避けて、なんかすげえ、あれ電撃マン、あれ飲む、お前に相手をしてる場合はない、しびれなんじゃらもらってたんよ、しびれでもあれ避けれるね、遅いから、確かに、あ、今バット壊れた、壊れた、もう壊していけどんどん、意外ともらえるから、それでいいんじゃない、ガーディアンナイフでいいんじゃないか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 、あいつもしびれてる、かわいそう、もうこれしかない、強いのリザルブーメラン、リザルブーメランでいくか、あいつも持ってるリザルブーメラン、コミュレーション、ナイス、いけいけいけ、おしんどしんど、ナイスです、ナイスです、ナイスです、ギリ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 ビーン、ギリ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 ビーン、あ、まあでもセーブはできたんじゃない、今多分まあどっからセーブしたでしょ、俺マグネキャッチを使い回すファイターになるわ、これから、ファイターありがとう、絶対重要ですから実は、なるほど、みんな爆弾しか使わないじゃん、こういうの使った方がいいですよ、何に使えんのこれ、なんかかっこいい、はっ、結構あいつ威力あるよ、できるは下でラッシュしたい、オッケー、下ラッシュ、武器構えなきゃ、ああ武器構えなきゃ、ラッシュも出ない、ナイス、見てからいける、はい、あ、壊れちゃった、避けて、あれ、ちなみにそのなんか後スキー狩るのはやばいわ、これスマブラ3人乱闘式になってる、やられる時決まってすげえちっちゃい小手差しみたいなんでやられる、今は構えられてない、ナイス、ナイス、できてないんか今、ナイス、でもうおお、なんか使うよ、イエーイ、ちょっと操作がむずい、あ、1体目だまだあ、やばい、2体目来た、避けて、あ、早かったか、ナイス、来た、あ、来た、大ジャンプ、避けて、あ、でも1対1になったらもう勝てるわ、これ1回でも食らったら終わりよ、ナイス、わ、新しいのあったからね、うわ、壊れた、わー、サッピー、ちょっと一撃蹴んないね、カモ、ナイス、ナイス、ラッシュですよ、一撃食らないか、何食らないこんな、ナイスナイス、これね、やろ、おめえ、下入りしまくる、セーブしよう、セーブ、とにかくセーブ大事です、一番大事、おお、あ、強化されてるから、これを使うわ、ちょっと待って、ラルートの大橋、これなんか1対1の敵来そうじゃない、ちょっと少しでもショートカットしたい、押して、おっフェイントナイス、これショートカットちょっとナイスです、ちょっとちょっとショートカット、ちょっとでも飛んでこんなに、うん、早めるっていうのが、急がば回れです、 RTA でやっていただきたいRTA では使われなそうな技術切り切り全部倒っ、おー来た、おーい、シド、リンクボス来ますよ、下だ、こっちだ、でも必ずこの橋を通ると思って待っていた、もうすぐゾーラの里に着く、俺も先に行って待ってるから里で会おうぞ、シド遅えな、背後から、あ、ほら中ボスだ、絶対、うわー、やっぱりだ、進化さん頑張ってください、え、これが余裕よ、ぶっちゃけ、はい、振りかぶって、あれ、はい、振りかぶって、あれ、はい、これが余裕よ、あれ、あ、ギャリーギャリー、いいやつありますよ、やばい、またシド話しかけられた、これ絶対それが一番嫌だわ、戦い始まったらセーブしようぜあ、もう来てんだ、来てる、来てる、ナイス、いや、お、なんかお、避けてる、サイドステップ踏んでるわ構えられた瞬間かわいい、これやるわ、あ、なんか石投げです、こいつ金にしないと、ナイス、ゴリヨーン、いやー、ちょっと無精はかわすの、なんか音声入力式にしてほしいわ、構えろって、ああ、歌われた、ナイス、あー、よかった、お、また癖遺跡だ、あー、読もう、なんだろこれ、2個あるっす、
この村には。6章だ。第6章いきなり第1章から6章いきますか。かなり飛ばしたな。冷血ミファーと真珠バルタ。ゾーラ王ドレファン。ゾーラ王います、やっぱ。これに記す。ゾーラの里で真珠バルッタが発掘された時、発掘。我が娘ミファーは急ぎその地を訪れたという。なるほど。ミファーが当時のリンクの多分友達というか戦友ですね。物静かなミファーが珍しく興奮し目を輝かせてルッタに見入ったと現地の者は伝えている。王女は真珠バルッタに友のように語りかけ、後にルッタを操る任意を受けて、あ、だから、冷血に戦ったんだ。冷血の一人だ、ミファーは。うんうんうん。ミファーもう死んでるでしょ。だって100年前だもんね。リンクだけが生きてるよ、多分この世界は。もう冷血というものでは。まあそうだ。だから、ミファーの意志を継ぐものを見つけんだ、多分。だそうね。だ結局、真珠あっても冷血一人じゃ無理だから、真珠を操る4人がいないと。それも共に探す旅なんですね、これ、おそらく。あ、じゃあ、現代の真珠操りがいるってこと？シドが来るんじゃね、多分。あー、確かに。いや！お！おぉ！エレキマジンだ！弓エレキマジンか。てか、電撃系を避けれるわ、ガードしなくても。ナイス！あ、落ちた！落ちた！あ、剣でいけんのか。あ、でも、届く。あ、なんか低くなったね。あ、なんか調和されてますよ。すっげえ楽しそう。確かにめっちゃ調和されてる、舐められてる。いや、俺、そしたら。おぉ！じゃあ、それや！あれだ、さっきの赤い。それから降ってくるやつだ。そうそう、これ、ここあれだな、あれだな。うわ、天候変えられた、波だ、こいつ。サンダーッチテンポだ。サンダーッチテンポだ。弓と武器の切り替えできてますかの敵だ。先生みたいなやつだ、これ。そういう戦い方でできてますかあなたみたいな。シンカさんはできてませんね、確実に。ビビ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 ビ、え、一撃はい、ナイス、ナイス、ナイス。そうそうそう。ヘッショ、すげえ疲れた。楽しい煽り避け。ナイス、上取ってる。ナイス、あ、どうした、よかった、危ねー。あ、しびれ系じゃない、エレキロットで、エレキロット出るんじゃないので、ビリビリ出ない、おお出る。まあ、これちょっと取っとこうぜ、多分だけど壊れるぞ、さすがに。外伝、外伝もあんの。ドレファン王が大いに疲れて100年が経とうという頃、ゾーラ大地を乗り越えたはぐれガーディアンがゾーラの、ああ、あれか、雲みたいなやつだ。ああ、あれがガンガーに行ったというやつか。暴れ回り、はい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 。兵士たちの槍もすべて歯立たなかった。へえ。ただその時ドレファン王は危険を顧みず正面から立ち向かわれた。ガーディアンをその怪力で持ち上げると谷底に投げ捨てた。投げ捨てなさりました、ありがとう。あ、じゃあ谷底にあるんだ、これが多分拾いに行くんだね。ガーディアンは落下の衝撃で壊れ、でも壊れてるのあったよね、なんか。ああ、なんか動かないですね。残る傷跡はこの時についたものである。なるほど、ガーディアンとの戦いで、まあ、傷つきましたと。杉本みたいなやつか。でも、ドレファン王はもう多分死んでるんだよね、おそらく。まあ確かに。ミファーが娘だから。で、ミファーは100年前に戦った英傑だから、まだ理論もういないだろうし。そしたら、もう王なんてのものはもう、こっちか。いや、右だね。あ、でもこっちかなんか見えるわ。いや、でも登らない。うわ、なんかあそこ行け。え、届くよね、パラセールで多分。あの辺まで。目的地向かう。合ってるよね、多分。ああ、いけるかも。なんか、あの、そこじゃね、クジャクジャ模様のとこじゃない、ちょっと高めにあるよ。めっちゃ綺麗。いや、で、ここ、明らか行くべき場所だし。あ、合ってる合ってる。ナイスー、いいね。ゾーラの里到着。来ました。存在自体が。でもなんか雨で。あ、魚だ、社長子。来いだ、来い、社長子。雨でやられそうって言ってたよね。雨で、雨がやばい。魚のくせに。確かに。水を求めてきて、雨降ったら文句言ってんだから。魚のくせにね、しかもそれでも。魚だからなんとかせえよな。来た。おー、リンク！いや。待ってたぞ！ようこそ。わが、ゾーラ里へ。さあ、キングに紹介しよう。あ、キング誰か気になるな。もう絶対さ、ドレファン王じゃないもんな。でも、ドレファン王も100年以上生きたんでしょ。100年にわたってって言ってたから相当寿命長えよこいつら。あれ、え、リンク様、え、知ってんだ全員、リトバンも俺のこと、リトバンゾラよ。子供の頃泳ぎを教えてもらった。え、どういうこと。あ、リンクが教えたってこと。いや、130歳超えてます。ええー、で、
すっかり年を取ってしまった父のモールでも元気やってるぞ。でもリンク様はじい様方と話さない方が良さそうな気が。なんでなんで、おっと引き止めちゃったぞらね。え、なんでだろう。ああ、なんか昔好きだった女の子は多分リンクに取られたとこじゃね。なんだっすかこれ。あれじゃね、待って、右にヤバいやついました。こいつミーファじゃねえの。このランクいます、右に。右斜め前の洞窟みたいな。ほら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 、動くぞ俺だもん。ほら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 、冷静。おい、何か川家泥団子みたいな。わぁわぁわぁ、アギフット、アイリア人だね。あぁ、まあ、そんな、ね、うん、イメージ通りの声ありがとう。あぁ、あって指導法人に言われたから。なるほど。あぁ、おんぶしてみたいな話だったってこと。こいつの話は聞いていきは。そう、めっちゃ割れてんじゃねえか。このミファーさんは、あ、ミファーなんだこいつ。なるほど、またね。あ、奥の神殿みたいなの行けそうだね。あ、料理しよう。大体作ったわ。じゃあとりあえずあそこの祠行ってくわ。ネズヨマ、ネズヨマ、これ何の名前なの。ゴーゴー、あ、カニ、カニ水源でできんだ。生きてたよ普通に。え、なんで育成系、何それ。ゾーラの体型でかいでかい。ハイリア人には人気が高いって書いてあった今。嘘、めっちゃかっこいい。これモンハンであるよねこういうの。確かに。なんだろう、ゴーゴーハスの実、ガンバルガニ。興味ないのこれ、他の人たちはずっとこんな押してて。ハイリア人だけよ、こんなに。いやしいの俺。なんだろうここ。押し出す力。押し出す力を学びなさい、ここで。パリじゃなくて。あ、でも氷使えそうだね。あー。あ、じゃあここあれじゃない？ちょうどここでビタロックして、あそこにさ。へー。来た来た来た。でもまあ最強の威力。あ、やばい、な、方向勝手に決められちゃう。より入って、より強い力で。あ、こいつが普通に邪魔だなって他の弾が入るぞ。ああ、強すぎもん。あ、入る入る入る。あ、でも奇跡的な、ナイス。あ、あ、力やばい、あったやから。あ、痛い痛い痛い。やべ、めっちゃ強い、この弾。うわ、めっちゃなんかパチンコ大詰めだ。で、こっから逆に、むずいな。一発だけ殴っとこうぜ。そんな多く殴ったらなんか、あ、ごめん、そう、跳ね返りで入りそうじゃないそれ、ワンチャン。個人ボック無理だ。お、あ、弱いね、めっちゃいい感じ。あ、わー、すげー、俺って大量撃つだ。大量撃ついますよ。え、なんか起きてるね、多分。いや、起きてないわ。あ、これ、あれでもいい、ドア開いたんじゃない。いつもタラララララララなるけど、え、やっぱ俺謎をやってねえんだ、なんか。違う、あそこに入れんの。やべえ、あのオレンジの弾を入れるんだ。俺別の弾を入れちゃったんだ。そういうこと。アイスメーカーでビュって出せば横に。あ、おお、頭よ。ナイスメーカー。こうか。ムーして。あ、だから押し出す力強い。ああ。おお、ナイスナイス。あれ宝箱、目の前の。宝。え、その紫の光は何なの。あ、やばい、あれ。あ、ゾーラ槍だ。え、弱っ。止まった。あー、行かれたわ。ちゃった。あ、でももう一回出てきて、多分あれ乗ってるわ。アイスメーカー、最初のアイスメーカーに。いけ。まずトロックする。すげえ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 。立てろ立てろ早く。ちょうど。あ、だろ。よし。ナイス止め。で、あんま強くなくていいね。うっ、やばい。やばい。頼む。全然いい全然いい。こっから押せないか、優しく。あ、押せるわ。ビタロックしてちょい好きすれば。そうか、もう対魔好き。対魔ちょい好き。いいねいいね、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。あ、大丈夫か、大丈夫だよね。なんかすげえぶっ飛びそうな矢印。ぶっ飛びそうな気がする。もうそこで、まだ 1殴りか2殴りでいいぐらいだね。ごめん、もう一回行くよ。でもこれ、あー、ナイス、いいねいいねいいね。あ、まあいい感じ、ね、ゆっくりした、ゆっくりした、いいね。一回だけこ、もう一回欲しくない。いや、道死んでほら、行く。押せ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 。あー、あー、ごめん。
なるべくギリギリでビタ止めするわ。そこで止めた方がいいね。ナイスナイス。これはね、あ、止まれ。入った入った入った。ナイスナイスナイス。やったぜ、クリアしたぜ。テレレレレ、最後石破滅、最初に岩破滅した。俺めっちゃバカじゃん。振り返ると、やばくない？それ超簡単だもんね、そうだったら。カニ復活だった。え？あ、カニ復活した。カニ？てかカニ生きたままポス持ってます、リンク。新鮮ですか、カニ。いや、新鮮だなぁ。中国の自動販売機式ですから、これ。中国の自動販売機ではカニがいますか。ありがとうございます。ニュースがつながった。カニ死なないじゃん。上海ガニが。上海ガニを育ててんで、ジャンキーで。で、ガチャガチャしたら、一匹ずつこうやって出てくるの。あ、そうそうそう。かわいすぎだろ。宿？あ、料理っていう意味？ベッド？魚のネア。ネア。あ、リンリン。リンリン。あ、シャーロットリンリンです。え、リン。ビッグマムだ。魚のネアだって。何の店なの、ネアって。ね、寝る屋さんでしょ。うん、ってことは、まあちょっと、お任せします、あと。もう言ってんだよな。魚のネア、深い眠りを本当に。朝にいくら？20ルピー。え、寝るとなんかいいことあんだっけ。ウォーターベッドなら80ルピー。体に合わせ変形するのは全身を包み込み、さらにほてった体を沈める。あ、体あった。あ、ひんやり、ひんやり効果じゃない。ひんやり、5分のひんやりってことかな。じゃあとりあえず行くわ。私服です。朝まで8時、すいません、無断で8時使っちゃって、全財産の4分の1は余裕に。おっ、えっ、喘ぎ声が聞こえたんすけど、普通に。どうお任せします、あとは。いやでも、ほてった体も元通りよ。もっと。あー、やばい。あ、体力がめっちゃ。あ、一時的に上がるんだ。あ、じゃあ、子供頑張れ。リンクの遺伝子ゼロ。いや、これ頑張り原子だ。両方増えてる。じゃあ、寝た方がよくね？寝たら、マックスが3上がった上に頑張り原子も1本増える。で、緑を使い果たしたら黄色に行くんだ。そう、でも多分使っちゃったらもう、1回かけていいじゃない、多分。でもじゃあ、寝たら結構強くなるね。めっちゃ切れてる。切れてる。いや、リンクの世界にもいるんだ、これやばいやつ。いや、なんか練習しない魔法も。はぁ、あ、はぁ、あ。リファーさん、何してるの？今なんか練習してない魔法。なんか落ちてるよ、あれ。ビームソードみたいな、槍みたいなやつが。ほんとだ。お主はまさかリンク様。え？あ、リファー様の仇だって。何のこと？リンクが寝たから。知らばっくれるか、英傑リンク。お主はミファー様を厄災ガノンから守れなかったぞら。お身を守ったんかい。ああ。今度こそ、ふん、今更お主の助けなんざかりんぞら、里の鬼軍曹ことこのセゴ。鬼軍曹なんだ。たとえこの身朽ちようとも、ルッタに電気の矢を浴びせ、ミファー様の無念を終わらせるぞら。わかった、今すぐ助さられい。あ、だから真珠を倒したら、味方にできんだ、多分。で、こいつ浴びせようとしてる電気の矢いただきました。もう浴びせられません。なぁ。かわいそう、こいつも一生懸命なのに。電気の矢を触る練習中と、触ろうとしてん。あ、なるほどね。あ、英傑しか触れないとか、もしかして。こいつら魚だから触れないんじゃない、普通に。さっきね、リンクがミファー様に電気矢を打ち込んだって話。いや、それは鬼畜ないっす。違う。その神獣にミファー様がやられて、うん、リンクは守れなかったって。え、なんかで、電気矢の下りはリンクに打ち込むってだけの話だった。神獣バールったり電気の矢を打ち込めんで止めるって言ってた。あ、ウーム、やばい、ウーム。ウームに入りましたか。まあ、魚系 YouTuber はバズるだろうな、そりゃ。魚系 YouTuber っていうか、魚だから。共食いしてみたとか、いっぱいあるもんね。寿司屋行ってみたとかはめっちゃおもろそう。ここだね。ゾーラのチャンス、チャレンジ。なんだあれ。あ、王だ。あ、ドレゴンだ。ドレゴンまだ生きてるんだ。おお、そなたがシドン連れてきたハイラ人、国族まで来た。わしはゾラ族の王、ドレファンであるぞ。ん？お？そなたの腰のもの、それはシーカーソー。シーカーソーみんなに行くな。みんな知ってる。よく見たらそなた。リンクではないか。わし覚えておらんのか。おらんかのでした。ハイリア人の英傑、リンクがあの英傑のその人なのか？
そうだ、確かにそう聞いた覚えが。これは驚くべき出来事だ。ハイリアジの行きつけはそこにここまでして。確かに100年ぶりに来たんでしょう。生きて寝てるのを知らない人も記憶がないって言っておくわ。ちゃんといるんだね。でこれで要は希望を抱くわけね。なんと記憶がないと。我が娘ミファのことは覚えてるぞよ。いやこれ覚えてるって言った方がいい。うわ、でも、果てなし。これは難しいな。これは、でも、会話が噛み合わなくなるぞ。お父さんだぞ、お前。あ、おギフと書いて。そなたの仲でよかった。あ、仲良かったんだ。うわ、これは、お前、お父さんとしたらきついだろう、ミファの。ミファの里を見ても。でも、こいつは、ゼルダ姫という愛を誓った女がいいんじゃないのか。いやー、でも、ミファのがいいぞ。プリプリで。魚の魚です。プリケツだろうな。で、あの、姉上のことは。あ！ドンファ、ドレミファソラシド的なやつか、これ。ああ、ミファなるほど、ドレミファソラシド。ドレとファがあるわ、こいつには。絶対ソラがいるね、これ。あ、ソラが多分裏切りとかあんのかな。ちょっとソラいない。ソラがいるんだ。ソラいるわ、絶対いるわ。ジャブフフフ、あ、熱です。洗い方清すぎ。今すぐワンピース出ていい。確かに、こいつ、ザレる。リンク、ソナタも大変であろうが、私の話を聞いてほしい。実は今、この里は水の真珠バルットのせいで、存亡の危機に見合わせてるぞよ。単刀直入に言うと、わしらだけはどうにもならん。ソナタ力貸してくれないか。こいつはソラ。あ、ムズリです。なんか、あ、こいつちょっと難しいやつだ。あー、堅物じいさん。ムズリ。ゾーラのヒレオレだなと、大げさなこと。ナオレみたいな言うな。言葉を慎めむずり、リンクは俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中、頼れるのはハイリア人しかいない。この前、皆で決めたではないか。彼なら俺たちに力を貸し、この里を連れていきたいぞよ。そうぞよ、リンクは、あ、リンクの評価めっちゃ高え。ハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ。危機的状況。ヒレを畳む時ぞよ。魚広辞苑にはいろんなヒレとかがあります。ヒレを畳むって言葉あんの実際。いや多分魚界にはあります。その言葉実際ある？いやないでしょ。実際はないんじゃない。ハイラル人は100年前機械のやつをやった超本人的な感じで真珠、水の真珠。え、でも確かに空という人物絶対いるし、これ気になるな、正体は。あ、ゾーラ。あ、そう、それ一応思ったんだけど。いや、でももっとストレートじゃない、このドレ、ミファン、ソラ、シドって感じだったら。あ、でもゾーラだけいないっていうのはありえそう。あ、やばい、あんまり聞いてなかったけど。貯水庫が決壊したらやばい。で、やっぱさっきのダムだったんだ、見たやつ。で、バルッタは無限に水を出せるらしくて。だから、最強じゃん、それ。薬剤ガロンの城にずっと雨降らせれば。確かに。そのうちは水没するっしょ。嫌になって出てくるな。さあ、もういいか、つって、ここは。ずっと強いじゃん、みたいな。ハイラル以外に行こうってなるから。これだ。うわ！え？これがバルッタ？ワンピースの像やん、完全に。でもキャノン砲みたいな。普通に建造物みたいな感じだね。真珠とはいいつつ。あ、これあれか。像の鼻からめっちゃ水が出るみたいな。あ、うわ、こいつか、ゾーラ。これは真珠だわ、さすがに。これは動力源何、マジで。確かになんか目とかあの辺、ガノン色してるね。ガノンに操られてるから、それは多分。だから解放されたら青色になるのかな。なるほど。そなたらの姫ゼルダ殿は厄災が現れる前に真珠についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの肩に見える装置。はい。あれが電気によって水を制御するからくり。あ、電気を打ち込むとそういうことがさっき言ったね。ああ、だから今は暴走して電気流れておらんぞよ。事実、セゴン G がルッタの肩に電気の矢。あ、さっきのジジイ、一回は当てたわ。ムズリは。でもじゃあその後電気の矢持てなくなったってこと？一回は、あれはマジで、あいつ修行してたんだ、ガチで。100年前の話でしょ、これ多分。じゃあ返しに行くな、あいつ、できるや。あいつ当てれるんでしょ。で、だから多分、じじい、けなげ練習したんだ。あ、ナイス、指導。じゃあ、ここからちょっとたくさん電気の矢をください。そしたら、やります。で、集めるのも俺たちとは言わないですよね、さすがに。それだけはちょっと所在を。さすがに集めてはいたんでしょ。実は、電気の矢が、何？ 3 日で10万本の矢だと。お主ゼルダ殿の導きで真珠の中に入り沈めようと思っていたのか。あ、真珠で沈めます、僕たちは。なるほど。ゼルダ殿生きておれるかぞよ。ハイラル城で。知らないんだ。ゼルダが生きてるのかどうかも。なんとなんと、そうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、真珠の中に入りこちらの手に取り戻せば、ガノンを封印する手助けになるやかもしれんぞよ。
リンクにも目的があったんですね。はっはっは。歯が光ってます。暴走が取り合えば、これは多分魚界の筋肉として。一つしかないもんね、こいつも。やるの時だよね。はっ。全部急げ。あ、これ光の矢。お、おお、泳ぎスピードアップ。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。これ俺ら初めての鎧じゃない。滝を登るって。あ、滝登り。え、てか、ドレバーンを鎧渡すのですか。婿に残って誓いの鎧。あれ切れるんだ。で、100年越しの愛だ。なんかムズリー、かなり何も関係ない男って言ってるけどね。もういや、こいつら知らねえんだろ、ムズリめ。あ、教育係だったんだ。ミフラを失ってハイレラ人嫌いがワッカと一緒だ。あ、だから助けられなかったから切れてるってこと。ハイレラ人。そう、一回これ装備するわ、忘れないうちです。あ、でも防御力が合計7まで上がった。結構高くなったんじゃね。装備はあれな、それはぴったりサイズです。おお。あ、じゃあ、あの滝一回登って笑うやつで、ちょっと反対側にあった、左。あっ、おぉ、いや、すごいです。すげぇ。滝、勢いがすごい。すげぇ上までいけんじゃね、それで。その腕力あったらそこもいけますけど。いや、滝登り習得しました。だいぶ、次回。次回、神獣。神獣。多分そうだね。